株式会社 DI ア q u a r アは日本のコンサルティングファーム経済産業省登録システムインテグレータ旧社名は株式会社産農コンサルティングだが株式会社インテリジェントスクエアに社名を変更しその後現在の社名となった1970年8月15日に設立されシステムコンサルティング ERP パッケージ導入コンサルティングシステムインテグレーションサービス システム構築を主な事業とする。カットの ERP パッケージ、MFG、プロや脱走システムズのカナダドルソフト、コティアなどを取り扱っている。本社はビットバレーの一角を占める東京都渋谷区笹塚の笹塚センタービルに設置している。大阪府大阪市、港区や福岡県福岡市博多区など各地に事業所を置いている。また、広島県には 広島エンジニアリングセンターを開設している。旧社名、産農コンサルティングが示す通り、もともと学校法人産業能力大学の子会社として設立された独立系システムインテグレータである。また、現在の社名、DI スクエアの a 称は DI スクエアコープである。この D は親会社である大蔵の頭文字を表しており、I は旧社名。 インテリジェントスクエアの頭文字を表している。人的資源管理、人材管理のコンサルティング事業、講演活動も実施している。カットの製品の導入に注力している。特に生産管理に特化した ERP パッケージである MFG プロの導入には実績があり、カットのパートナーでもある。また、脱走システムズのカナダドルソフト、コティアの導入も展開している。 コティアは、戦闘機、ミラージュ3などで知られる脱走アビアシオンにより、自社内のカナダドルシステムとして開発されたものである。現在では、その開発部署が脱走システムズとして分社化され、自動車メーカーや電機メーカーなど様々な業界にコティアが導入されている。加えて、レガシーシステムのダウンサイジングを積極的に手掛けている。ホスト型システムから、 オープン系システムへの移植などを手掛けている。一例として、ホスト上に DB2 とクロスシステムプロダクトで構築されたシステムをビジューリッジを用いて X 上に移植しウェブ化したプロジェクトなどが挙げられる。また、近年ではアジャイル開発などにも注力している。製品としては、コールセンター用ソフトウェア、画像用データベースシステム等がある。 日本 IBM との間でソリューションプロバイダとしてのビジネスパートナー契約を結んでいる。また、インターメックの日本法人であるボコレクトジャパンとパートナー契約を結んでいる。大阪府の自動車税再国業務について、同府は2009年4月、NTT マーケティングアクト社と契約し、9月から NTT アクト社屋内のコールセンターで実施した。 NTT アクト社は4月17日の契約書で再委託が禁止されているにもかかわらず5月25日に無断で NTT 西日本にシステム開発、保守業務を再委託しさらに27日には NTT 西日本が DI アイスクエア社に再再委託していたことが判明保守業務に当たった DI アイスクエア社の従業員が税務情報に接していた 結果として230万人の府民の個人情報が主否義務のない企業にさらされた。ディアイスクエア社と NTT アクト社との間には主否義務契約が結ばれており、ディアイスクエア社の社員から外部に情報が漏れることはなかった。本社の所在する東京都渋谷区笹塚大阪事業所括弧内は在籍当時の代表的な役職配分以降は その他の代表的な役職を示す。ありがとうございます。